人がいたって何でもやらなきゃいけなかったんですよね。ザイオンがね、本当に小学生の2人。まず指導者になられたきっかけというのは何になるんでしょうか。大学を卒業してですね、まあ、選手を続けながら教員になりました。その時には高校生だったと思いまして、それが学生になりました。指導者として影響を受けた人というのは、一緒にこう時間を過ごしてもらった選手たちからやっぱり大きな影響を受けてね、はい、まあ、2011年に仙台で指導してから一平の方を見させていただくことになります。その時、まあ、チームは高校生を見たんですけど、小学生のところから高校生のところまでどうやってつなげていくかとか、だから小学生の時から見てる選手は今ねプロ契約してる選手もいましたし、小さい頃から指導してきた選手でプロになった方というのは、これだとあのザイオンがね本当に小学生の時から見て、うん、中学生の時から見てるのだと今新潟に行った荻原橋本の中学生ぐらいかな。その戦術の分析コーチとしての経験が今の監督業に生きてきているとは思いますか。分析ってよく言われるんですけど、人がいなくてあの何でもやらなきゃいけなかったんですよね。あとだけ行かせていただいたのがね、その分析を含めてあのいい経験になってます。やはり大槻監督というとオールバックの髪型がすごく特徴的だと思うんですが、どういった意味合いでオールバックにしているんでしょうか。大丈夫ね、なんかスイッチというかね、こういったものを入れたい。組長なんて呼ばれていることについてはご自身はどう思いますか。ほらね、もう少しね、いい相性をつけてもらえてもいい。続けて頑張りたい。監督が理想とするチーム像というのは、言葉にするとどのようなチームですか。大きなものを成し遂げるときはコーチ、選手だけではなくてクラブ全体の総力だと思うんですね。クラブとしてのなんていうな空気感だったり、そのモラルだったり、そういったものがいい方向にいっているような集団が望ましいなと思います。監督から見てこういう選手がいると助かるという部分ではどんな選手が助かりますか。やはりチームに対して、まあ、忠誠心だったりチームの利益みたいなものを第一優先に考えられるような選手は常に必要だと思ってますし、同じチームのパワーになっているというふうに思っています。目が鳴った瞬間にはね、お互いに異分だと思いますし、